はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、特定外句について解説いたします。特定外句、もう基本的なポイントさえ覚えていただければ、大丈夫なんですけども、少しイメージできたらなと思いまして動画作りました。まず外区なんですけれども、外区っていうのは、道路に囲まれたワンブロックと考えていただけると分かりやすいです。ワンブロック、比較的、広い土地なんですね。広い土地なので、通常使う場合っていうのはこう区分けして、各敷地に建物を建てていくと、いった感じなんですけども、この特定外区の場合については、使い方としては、超高層ビルをこうバーン建てたいといった場合に使います。なので、これを一括で特定外区として指定して、で、通常の制限、例えば建物の高さ制限とか容積率とか、そういったものを適用しちゃうと、超高層ビル作れないんですよね。なので、通常の制限は適用せずに、特別にルールを定めましょう。というのが特定外区です。これはもう超高層ビルを作るためと考えていただいて大丈夫です。じゃあ何を定めるのかというと、3つ定めるものがあります。1つ目がもう建物の高さの最高限度、どれだけの高さまで建てていいですよっていう高さの最高限度を定めます。また容積率ですね。容積率っていうのは、敷地面積に対するこの建物の延べ床面積、つまり床面積の合計、これの割合です。例えば1000平米の土地というのであれば、容積率が 800% と仮定すると、延べ面積8000平米の建物、ビルを作ることができるんだよという話です。で、もう一つ定めなければいけないのが、壁面の位置の制限ですね。この境界から何メーター離してくださいねというのも定めます。この3つを定めることによって、超高層ビルを建てることができますよっていう話ですね。で、例えばなんですけれども、横浜にあるみなとみらいのランドマークタワーだったりとか、東京にある都庁ですね、東京都庁、こういったものが特定外区に指定されております。このあたり、もうネットで検索してパパッと調べていただければ出てくると思いますんで、ああこういう建物なのかというところをイメージできればと思います。調べなかったとしても、超高層ビルと考えていただければ、もう全然問題ないです。もう他の建物とはちょっと比べ物にならないぐらい高い建物なんで、分かりやすいと思います。で、特定外区で頭に入れなければいけない内容は、まず、通常の制限、こういった都市計画で定められた容積率だったりとか、建築基準法で定められた建物の高さの制限とか、そういったものは適用しませんよ。特別に定めるんですよ。で、定める内容は3つありますよ。1つ目が建物の高さの最高限度、2つ目が容積率、3つ目が壁面の位置の制限。この3つを定めなければいけない、これを頭に入れていきましょう。内容的には難しくないので、今言った内容を頭に入れていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月、そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講師さんはすでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講さんの中でも、中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ、この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。
あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。